はい、皆さん、北村六郎です。私は糸桜の、養子に入ります、川竹重俊役、そして、つい先頃まで、お元気でいらした息子の川竹俊夫さんの、お役、二役をさせていただきます。はい、この物語の、背景は大正時代です。大正時代といえば、僕も大好きな、鬼滅の刃、あの時代と同じ時のお話でございます。ですので風俗ですとか、非常に鬼滅の刃のファンの方にも、楽しんでいただけるのではないかと、そのように思ってます。僕の役どころはですね、江戸時代から、脈々と、受け継がれてきました川竹黙阿弥の、家に養子に入るという、大変、人間と人間の結びつき、全く血縁がなかったんですが、黙阿弥の作品を守り抜くという、その川竹家のテーマをもとに、血のつながっていない糸と、重俊、そしてそこの家庭に入ってくる、重俊の奥様の三津さんの、そしてまたその3人を取り巻く、周囲の人々の心温まる、絆の物語です。本当に感動しますので、ぜひ日本橋公会堂に、足を運んでいただき、この感動を共有してもらいたいと思ってます。待ってます。では次の人にバトンタッチ。